ロバート・ジョン・ヘルマン、ボブ・キッパスは、アメリカ合衆国の競泳監督、国際水泳伝道表彰者、ニューヨーク州出身。41年にわたり、イエール大学で男子水泳チームの監督を務め、528勝という記録を打ち立てた。またオリンピックアメリカ代表の水泳総監督も5度、務めた。日本の水泳監督であった田畑聖とは1931年の、 日米対抗水上大会以来友人関係にあり、第二次世界大戦後に日本水泳連盟の国際水泳連盟への復帰を働きかけた人物である。ニューヨーク州エリー軍、トナワンダ、町生まれ。1918年から1959年にかけてイエール大学の男子水泳チームの監督を務めた。イエールブルドックススイミングダイビングの 監督として528勝12敗という成績を収め、1942年、1944年、1951年、1953年の4度、NCWA のタイトルを獲得したことから、史上最も勝利した監督と呼ばれた。経歴の末期には、数年ほど、イエール大学のアスレチックディレクターを兼任したが、水泳監督に戻るために退任した。 オリンピックアメリカ代表の水泳総監督も務め、男子、女子双方の監督を経験した。自国開催の1932年、ロサンゼルスオリンピックの競泳競技では、日本チームに敗北を喫し、アメリカの水泳界は、日本のように統一されておらず各自バラバラに動いて、いるのが敗因である。アメリカは、日本の組織力に負けた。 と日本の水泳総監督である田畑誠二に語った。近代スポーツとしての水泳の発展に貢献し、今や標準的な練習法となっている陸上での練習や、インターバルトレーニングを導入した。イエール大学の体育学の教授や、雑誌、スイミングワールドの初代編集者、発行者も務めた。1963年12月6日、ジョン・ F ・ケネディと同時に、リンドン・ジョンソンから、 大統領自由勲章を授かった。1965年、国際水泳伝道に入った。1967年、水泳大会で、イエール大学が陸軍士官学校のチームに勝利したのを見届けた後に、心臓発作で成長した。1968年より、全米水泳選手権大会では、高得点を挙げた選手に、キッパス賞を送っている。 移動や練習中には選手らに団体行動を求め、統制と規律を重んじた。特に選手がプールから無断で上がることを禁じていた。選手の食事管理にも気を配り、普段は新鮮な野菜を取り入れ、大会中の夕食はトーストに半熟卵をトッピングしたものか、コールドビーフ一皿のどちらかを選ばせ、紅茶は一杯までに制限した。また、 体育教師らしい理論派としての側面も持ち合わせ、経験と観察に裏打ちされた的確な指揮に、選手は誰一人反論できなかった。敗北から学んで、日本式の選手教科策を取り、アメリカ水泳界の巻き返しを図った。厳しさの反面、温厚かつ誠実な人物であり、選手の心を掌握していた。的確な指示を下す一方で、選手一人一人の意見、希望、 不満を聞く優しさを持っていたのである。日本滞在中には、教え子である、イエール大学の元学生だけでなく、ハーバード大学出身者までもが、歓迎会を開いたほどの信頼ある人物であった。伝派多政治はキッパスの印象を、誠に素晴らしいスポーツマン、スポーツ精神のゴンゲみたいな人と評し、キッパス君と呼んでいた。キッパスと、田畑は出会って、すぐに、意気投合し、 第二次世界大戦中も手紙のやりとりを欠かさなかった。キッパスは日本の水泳界と第二次世界大戦前から進行があった。交流の契機となったのは1931年に神宮プールで開催予定の第1回日米対抗水上大会でアメリカ代表の水泳監督としてキッパスの派遣を田畑政治が招請したことである。 田畑は1930年にハワイ州で開かれた国際水泳大会に出場した首相の村松章一にキッパスを監督として派遣するよう交渉してほしいと頼んだ。田畑がキッパスを指名したのはイエール大学の監督として優れた選手を育成していたことを知っていたからであり、キッパスから何か学ぶことがあるだろうと考えたことによる。 日本側から勝手に監督を指名されたことに、アメリカ側は、監督の人選までとやかく言われる筋合いはないという態度であり、そもそもオリンピック前年には、国外遠征をしないという内気があったため、日米対抗水上大会への参加に乗り気ではなかった。しかし、オリンピック前にアメリカチームを粉砕し、地震喪失に陥れておきたかった田畑は、督促状をアメリカに送り続けて、 中ば合引に参加を引き出し、アマチュア運動連合のダン・ヘリスや、キッパスへ何度も手紙を送り、キッパスを監督にすることに成功した。1931年、横浜港に降り立ったキッパスは、田畑と初めて対面した。日米対抗水上大会は、田畑の目論み通り日本が勝利し、キッパスを強嘆させた。キッパスは、日本の強さの要因を次のように分析した。 日本人の体格が先天的に水泳に適している。選手自らが熱心で進んで努力している。役員に指導力があり、水泳愛に溢れている。日本水上競技連盟の組織が全国的に整っており、国内ファンの関心が高い。特に最後に挙げた要因は、神宮プールで見た超満員の熱狂する慣習を見て、キッパスが感じたことであり。 潤沢な資金を選手強化に使っていると、キッパスは勘違いした。実際は、選手強化費にはそれほど割いておらず、田畑は組織力強化に資金を投入していた。日米対抗水上大会は工業としても成功を収め、アメリカチーム全員の旅費と大会経費を差し引いても、まだ3から4年分の選手強化費を賄えるほどの大きな黒字を計上した。 ロサンゼルスオリンピックを前に取材を受けたキッパスは、現状では日本に勝てないことを自覚している。私は勝敗を予想する元気もないと語り、田畑の思惑通り自信喪失に陥っていた。戦後、1948年ロンドンオリンピックには、日本の出場が認められず、田畑は日本選手権をオリンピックと同日開催した。この日本選手権で、 古橋博之進と橋爪史郎はオリンピック金メダリストの記録を破り、キッパスは日本水泳界の復活おめでとうという伝報を送った。この祝電は会場の神宮プールでも読み上げられ、観客の拍手を浴びた。またハムロ哲夫は、古橋らの記録を聞いたキッパスが耳をピクッとさせて、日本が来なくて幸いだったよと発言したことを外伝で伝えた。 翌1949年に日本水泳連盟は国際水泳連盟への復帰を許されるが、その背後でキッパスが、水連が FINA の資格停止になっているのは戦中の回避体能が理由であるから、体能分さえ収めれば復帰できるのではないかと FINA に掛け合ったことが影響している。キッパスと田畑の個人的な友情が他の競技に先駆けて、 日本の水泳が国際復帰できた要因である。1950年、古橋博之進はイエール大学を訪問してキッパスと面会し、その場でジョン・マーシャルとの一騎打ちを打診され、新勝した。同年、キッパスは日米対抗水上競技のアメリカチーム監督として来日し、玉川の土手で歓迎会を受けた。この時、日本の監督、 松沢一角は泥酔して、河原に転落、額と方を負傷したという逸話がある。ありがとうございます。